FM 保管中継局とは、日本において、超短波放送用の周波数を用いて、中波放送の放送区域における、同放送の保管的な放送、FM 保管放送を行う中継局である。1990年代に、難聴取対策や災害対策として検討が開始され、2014年から本格的に実施されている。本項目では、FM 保管中継局及び、 FM 保管放送について合わせて記述する。保管中継局は、総務省国事機関放送用周波数使用計画、第1総速第5項に、中波放送を行う、機関放送局の放送区域において、災害対策等のため補完的に、超短波放送用周波数を用いて、放送を行う中継局と定義している。保管放送は、総務省霊電波法施行規則、 第2条第1項、第28号の9に次に掲げるものを定義している。期間放送の区分を規定する放送法施行規則、別表第5号には定義されていない。本項目で述べる FM 補完放送は上記のが相当する。FM 放送波を AM 放送の難聴詞対策に使用したのは、1990年7月に放送要周波数使用計画に、 中波放送の外国派による渾身対策が追加されて以降であり、最初に解説され、その後、日本放送協会が1991年11月2日に、沖縄県、入表島の疎内に NHK ラジオ第一の中継局を開局した。その後も21世紀初頭にかけて、沖縄県では、ラジオ沖縄、琉球放送、さらに NHK 沖縄放送局も、 離島の渾身対策のために FM 中継局を開局している。災害対策としては2004年の新潟県中越地震で NHK 新潟放送局の赤塚放送所に併設した中継局2011年の東日本大震災で岩手県の IBC 岩手放送がテレビジョン放送の山田中継局に併設した臨時中継局がある。後に 民間地上機関放送事業者の周波数については、機関放送用周波数使用計画に規定された。2013年7月、総務省の放送ネットワークの強靭化に関する検討会が、中間取りまとめを公表し、AM ラジオ放送による FM 派の利用促進、地上デジタルテレビ放送への移行によりタ、ITV、老単位の新たな活用などを起こしとする、災害対策。 難聴対策としての送信ネットワークの強靭化が提言された。総務省はこれを踏まえ、同年9月に V、ローマルチメディア放送及び放送ネットワークの強靭化にかかる周波数の割り当て、制度整備に関する基本的方針を公表した。この方針に AM 放送の保管放送を FM 放送により行うことができるとされた。2014年1月に、 総務省は AM ラジオ放送を保管する FM 中継局に関する制度整備の基本的方針を公表した。この基本的方針では保管放送を行う中継局を FM 保管局と呼び、その解説目的は都市型難聴対策、外国派渾身対策、地理的、地形的難聴対策、災害対策とされた。また AM 放送の 親局を保管する、親局の主たる保管中継局と、中継局を保管する、その他の保管中継局に分けられ、民放な親局に対応する、FM 保管局については、放送対象地域ごとに一つの周波数を確保する、もの、中継局に対応する、その他の保管中継局については目的ごとに、使用周波数を割り当てるものとされた。 主たる、親局の保管中継局の免許申請については、告示に公示された期間内にするものとされた。空中線電力については、同一放送対象地域の FM 放送事業者の親局の、それ以下であることとされた。NHK については、親局の主たる保管中継局の設置は認められないが、その他の保管中継局については、民放と同様に設置が認められる。 コールサインは AM 放送と同時放送をすることから独自放送を行わない AM 中継局同様の扱いであり基本的に指定されないが南海放送では2018年3月11日に行われた実験的な AMFM で別内容の放送のために短期間ジョフ FM のコールサインが与えられていた送信出力は保管中継局の送信場所の属する都道府県を 放送対象地域とする超短波放送を行う他の機関放送事業者の機関放送局の親局に使用させることのできる空中宣電力の値を超えてはならない。と定義されているため、基本的には既存 FM 局と同じ出力またはそれ以下の出力で送信している。 保管中継局の周波数は基本的に 90.1MHz から 94.9MHz であるが今後コミュニティ FM の増加や AM 放送局の FM 転換などにより逼迫が予想されるとして日本民間放送連盟加盟各社と日本放送協会は過去にマルチメディア放送が使用していて現在は秋体域となっている95.0 メガヘルツから108.0メガヘルツまでの拡充を求めている。また、国土交通省も将来的にカーラジオに AM 放送の受信機能が搭載されなくなる可能性を踏まえ、現在高速道路会社や各都道府県警察が行っている路側放送の FM 転換割当てを要望している。 IBS 茨城放送の FM 補完中継局 94.6MHz を受信中の状態原理的には FM 放送が受信できるラジオで聴取できるが周波数は基本的に 90.1MHz から 94.9MHz を割り当てるためラジオによって聴取可否が異なる。対応するラジオは2006年から2014年の 国内出荷台数約二千二百万台の約半数二千六年から二千十五年の輸入台数約一億二千六百八十万台の約半数以上が聴取可能と推測されており二千十五年度以降の国内出荷分についてはほとんどが聴取可能であるなお FM 放送を開始している放送局ではワイド FM 対応型のラジオを通信販売したり ノベルティグッズとしてプレゼントするなどの例も見られる。2015年3月30日、FM 保管放送により親しんでもらうためとして、東京の民放 AM ラジオ局3社が、ワイド FM という愛称を制定し、大阪の民放 AM ラジオ3社も、毎度、ワイド FM というキャッチコピーで、PR 展開を行う。他の放送局やラジオ受信機メーカー、販売店でもこの愛称を用いて、 アピールを行っている。なお、無線の世界では、周波数変調で通信、放送を行う際に、電波の占有周波数帯幅の広さを区別する、言葉として、ナロー FM ワイド、FM という言葉が使われており、FM ラジオ放送の場合は、ワイド FM が採用されているが、これとは関係ない。また、ワイド FM とは別に、各局が独自に名付けた愛称や、 キャッチコピーもある。周波数使用計画が存在するが未開局の社を含む。NHK は中波放送の送信電力が民放より大きいことや独自に FM 放送を運用していることから本来既存中波中継局との並存は認められていない。その後、国は南海トラフ地震などの災害で大きな被害を受けると想定される地域や外国派渾身。 地理や地形的要因などにより NHK の中波放送が聴取するのが困難で保管中継局の解説条件を満たすと判断された場合に限り認める方針に転換した。なお、90MHz 未満の中継局はいずれも FM 単独設置である。FM 保管放送の実施は放送事業者の義務ではなく必要とされながらも実施されない地域もある。この状況に 近畿総合通信局は基礎自治体が受信障害対策中継放送の制度を利用して中継局を開設することを認めた。聴取者から見れば小規模ながらも FM 補完中継局が開局することと同様に見えるが制度が異なるので期間放送用周波数使用計画に規定された周波数は使用できず免許人が市町村であり電気料金や設備時などの費用は 市町村が負担すること、技術的には対象の AM 放送を受信して再送信するものであることが異なる。韓国では1960年代に QTBC の全身ソウル FM 放送が最初に民放 FM を始めた。音楽放送以外にも AM 放送難聴対策としての FM 保管放送が広く行われており、標準 FM 放送として体系化され、 呼び出し符号に SFM という後付けが存在している。1980年、韓国政府主導で言論統廃合施策が実施され、TBS は TBC を吸収し、TBC ラジオを TBS 第二ラジオとして引き継ぎ、2015年現在も AM 放送を継続しているが、標準 FM でもサイマル放送していることから、ハッピー FM という愛称がついている。また、 同局運営の KBS 第1ラジオでも AM 放送を行っているが、テレビ CM では AM 放送の周波数ではなく、ソウル局の標準 FM 放送周波数を紹介している。ありがとうございます。